皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も青鬼オンラインで遊んできます。さあ今回は、落書きひろしくんで青の遺跡ですかね。20回までクリアいたしますと青の遺跡選べますので、今20回までですかね。ですので一旦戻って、先ほどの下の方の青の遺跡ですね。ゴーレムちゃんいただけるんですか。しかもこちら消費青チケ2枚と、トーチケからなんか青チケに名前変わったんですよね。この両方使えるんですよ。青の塔も遺跡も。さあでは行ってみましょう。どんな感じなんですかね。これ2枚使ってものすごく難しかったら大変ですよね、チケット集めるの。財宝の中には脱出の鍵が隠されていると。鍵を集めて扉から脱出しようと。財宝ってことは宝箱ってことですかね。ちょっとよくわかんないですけど多分そうなんでしょう。ってことはまた牢屋が何個かあるってことですかね。どこどこ、これ、あーこっちから行けるんですね。あ、財宝ってこういうこと。あー探さないといけないと。あ、これ大変ですね。どんどん追ってくるんですけど。お、鍵が1個。どっちどっち、こっち行けますね。おお、ありましたありました。どこにあるの。まあ上の方でしょう多分。違う、あ、ありましたありました。お、簡単。あ、すごい。え、こんな簡単なのちょっとわかんないけど、運が良かったんですかね。うんうんと。うわー嬉しい。まあまだ1回だからってことですかね。そうですよね、まあ、そう考えると1回にしては難しかったですね。2体いますからね。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほど店のチャンネルの再生リストからたくさん動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。